凝ってるのは肩かな、腰かな。お、背中が張ってる感じあるね。ぐぐいっと、ぐいぐい。お姉さん、同時切りお姉さんって言ってくれたら嬉しいな、みつるぎ使いくん。お、ね、え、さん、うん、ぐぐい。新人なのに複数の蜜剣を束ねてるすごい隊長さんらしいじゃない。でしょ、それって結構大変なことじゃない。だからいろいろとお姉さんが面倒見て蜜剣使いくんを元気にしてあげられたらなって。はい、ってことで蜜剣使いくんはお尻を床につけて両足を左右に、そして上体をグイーッと前へ、開脚前屈。男の子なんだからすぐに弱音を吐かない。胸が床につくまで頑張ってみよう。ほら、後ろからお姉さんが一緒に倒れてあげるから、ペタッと。君の顔ちょっと赤い？よしと、こんなとこかな。だいぶ力んでたね、蜜剣使い君。思ったよりお疲れだったかな。経験豊富な私が蜜剣使い君の苦労たくさん減らしていってあげるから、今後はあれもこれもお姉さんに任せてね。払ってあげるよ、蜜剣使いくん。遠慮しなくてもいいからね。誰かのために動くの私大好きだから。伝令を受けて慌てて飛び出してきたのはわかるけど、上着が乱れてるよ。お姉さんね。いいからいいから、お姉さんに任せて。あの二人なら町の人を避難させながら戦えてるだろうし、すぐにやられてしまうこともないよ。心の乱れを整えてから行かないと、帰って足を引っ張ることになりかねないしね。褒めるのはまだ先だよ、蜜剣使いくん。戦闘でも私に、この同時切りお姉さんに任せて。
が守る。はあ、傷とはいえ、バイキンが入ったら大変でしょ。だから、しみるかもしれないけど、男の子なんだからちょっと我慢しててね。気持ちよさそうに寝てたから、ちょっとつついて反応見たくなってね。もしかして迷惑だった？よし、なら私の役割一つ追加ってことで。剣使い君に喜んでもらいたくてね。私の大好きなおにぎり、どうかな。そうそうそう、おにぎりのそういうところも私好きなんだよね。鬼を切ると書いて災いを退ける意味もあるし、おむすびって呼ばれ方もして、握った人と食べる人の縁を結んでくれるって意味もある。だからこれまで鬼や亡霊退治に行く時なんかは、みんな笑顔になーれって祈りを込めながら握って、主や他の人に配ったものだよ。そうだね、気が遠くなるほど、ずっと前から。もしかしてお姉さんのこと少し見直してくれた？
気合い入れて皿洗いしてきちゃうね。そこまで強くなくて あの鬼に飲ませたのは人弁既読酒だったからね。あれは鬼は弱くなるけど人は強くなるっていう特別なものなの。だから平気だったんだけど、普通のお酒はそこまでね。元気を与えたいってあちこち駆け回ったせいかな。自分でも気づかないうちにちょっと頑張りすぎちゃうみたいで、時々言われちゃうんだよね。私が生まれてからずっとかな。お母さん。若い女性やか弱い子供たち、みんながみんな魔がつきと戦乱に恐怖して、訪れる村という村が暗い雰囲気に包まれててね。私それが嫌で、姉さんに任せて絶対に守るからって声を張り上げて笑いかけるようにしてたんだよ。そしたら少しずつ空気が和らいでいって、みんなを困らせていた
鬼や亡霊なんかを切ると笑顔が広がっていった。ありがとうお姉ちゃん、頑張ってね。頼られて誰かが元気になって笑ってくれる。自分の力で闇を払うことができる。それが分かった瞬間、私の生き方はこれだって思って。頭はそんなによくないけど、力には自信があったからね。バカみたいに明るい方がみんなも元気出るかなって。でもいくら私が頑張っても救える命と笑顔は限られてる。勢いが過ぎて空回りすることもあるし。剣使いくんの胸あったかいな。トクントクンって心臓の音聞いてると、モヤモヤっとしてたものがスッと消えてくみたいで。剣使い、うん、どういうこと剣使いくん。ことはあれだよね、私のことを陶磁切りお姉さんとは。ガーン、お姉さんもう生きていけない。ごめん、なんで剣使いくんがおにぎりを作ってるの？私のために握ってくれるのはもちろん嬉しいけど、ちょっと剣使いくん、それはいいとして、なんで耳かきを持って正座してるの？お風呂から上がった後にしてあげるのは私の習慣で、私があなたにしてもらうわけには。そんな悲しそうな顔されるほど嫌なわけじゃ。
私の全てをさらけ出しているような感じ。裸なわけでもないのに、なんでこんなに恥ずかしいの。じゃなくて、どうして私の目の前に。みつるぎ使い君の意地悪、私の役割を全部取って私を困らせて、困らせることがなくなって寂しくて、そわそわモヤモヤを抑えるためにお酒の一杯ぐらい飲んじゃうよ。ゴシゴシっと誰かの世話をしてる感最高、頼られてる感最高。あ、けどなんだろう、蜜剣使い君にお世話されるのも悪くない、むしろ嬉しくてモヤモヤキュキュ変な感じ、ドキドキする。私も求めてたりしたのかな、頼れる存在を。数は多いけど、あのでかいやつをやっつければ統率力を失って倒しやすくなりそうだね。経験上守ろうと私を囲みに来たか、ある程度なら一気に消すこともできるけど、その隙をあのでかいやつに突かれると蜜剣使い君が。蜜剣使い君、なんで私のところに。誰かに半分支えてもらうことで
生きるのがこんなにも楽になるんだね。主！烈火爆殺斬り！私が握ったおにぎり、今日はお姉さん卒業記念日だから一緒に食べよう。あるじ、なんか寄りかかっていいんだなって分かったら、自然とあるじの胸に吸い寄せられちゃって。重い？じゃあもう少しこのままで。私酔っちゃったみたいだから。塩をつけすぎちゃったみたい、おにぎりに。頼られるうちに、頼られることが無性に嬉しくなって、生きがいにもなってたけど、誰かを頼るっていうのもくすぐったくて心地よいものだったんだね。真っ赤な太陽をそっと静かに支える、ひっそりと輝くお月様。私にとってのあなたはそんな存在だよ、主。